夏の暑い夜のこと、タクシーの運転手が一人の男性客を乗せました。気分が悪いのか、その男性はブルブル震えながら青白い顔をして目的地を告げたそうです。男性から目的地を告げられたタクシーの運転手は思わず顔をしかめました。なぜならば、その目的地の近くには気味の悪い墓地があったからです。チッ、こんな夜遅くに飛んだ客を乗せたもんだ。一瞬そんな気持ちになった運転手さんでしたが、そんな顔をお客にも見せられず、ただ急いで目的地に着くことだけを考えたそうです。ミラーで後ろの席を覗くと、お客の顔色はもっと青くなり、ブルブルと唇を震わせています。あの角を曲がれば目的地だ。ゆっくりとブレーキを踏む運転手のすぐ後ろで、お客がこう言ったのです。漏れるして、漏れるしたい、漏れるしたい、埋もれるしたい。信じられない話ではあるが、その男は生まれてからずっと皮膚がなかった。そのせいかどうかわからないが、誰とも口を聞いたことがなかったのである。そんな男にも奇跡が起こったのである。頑張ったリハビリのおかげで、ようやく言葉を喋れるようになったのである。皮膚のない男が初めて発した言葉とは、はぁ、へぇ、ほぉ。ある満月の夜、髪を振り乱した男が草原を走っていた。真っ暗な闇の中を懸命に。何をそんなに急ぐのか。その顔はまるで獣のように恐ろしい。男はある場所まで来ると急に立ち止まり、ヨレヨレのジージャンのポケットから何かを取り出してこう言った。お、神男。お、神男。お、神男。